はい、こんにちは。毎日詰め将棋探偵数ですけども、今日の詰め手数は7手です。考えてみてくださいと。こういうのを見た瞬間にもうなんか慣れてくるとこういう手がすぐにパッと目につくようになってきたんですけども、なってくると思うんですけど、詰め将棋慣れてくると。まあ私、実戦でもなんかこの手の感じの1、3の空白にタダで放り込むなんていう手はさせるようになってきたんですけども、まあ、でもなんでそもそもここかと言った時に、まあこれとりあえず、桂が4、1の地点効いてるんで、相利かずで飛車が成り込めるときに、まあ、こう逃げられたときに、この桂、守れないと。まあ、これが打てれば守れるけどな、という感じですよね。なんで、まあ、この香を釣り上げたい、というのと同時に、ここは塞ぎたいってことですよね。まあ、これもちろん、相駒するのは、もう、ここに逃げられなかったんで、この相利かずで詰んじゃうんで、まあ、もちろん、移動合は単に、どう書き込まれて、なんでもないんで、まあ、同香と取るしかないと。まあ、そこで、こうなれば、こうしたときに、この角が打てると。桂守れると。で、まあ、1、2に行く一手で、まあ、最後は竜が2、1に行けば、まあ、ここちゃんと塞がってるという感じになりますと。じゃあ、詰め手順のおさらいですけども、初手が、1、3角、同じく香、5、1、飛車成、2、2、玉、1、1、角、1、2、玉、2、1、竜までの7手詰めとなります。じゃあ以上ご覧いただきありがとうございました。詰め将棋動画には、このように再生回数の多い人気の動画も多々ありますんで、この辺あたりをクリックして、別の動画も見ていっていただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。